っとお約束していたものというか、はい、お願いしていたものって今日は持ってきてもらっていいですか。あります。裏側見たら あるものがないような気がするんですけど、何ですかね何がないんだろうカバーがない。見てもいいですか。見てもいいですか、はい、あの名前のセンスがなくてすごいビビってるんですけど例えばキモリって最初にいるじゃないですか。育ってくとあの樹海院の名前が岡田ってなってる岡田でもグラードンがいるんですよ、はい、あ、私ソーラービーム技好きなんですよソーラービーム、そうなん、逆にやってみたいですね今は。その思い出しながら、そしたら、はい、せっかくなんでもう一度ちょっとグラードンゲットしてもらって、はいはいはい、あ、グラードンをゲット、お引っ越しなんていうのはいかがでしょうか。結構グラードンってなんかレアだった気が。改めて今回の企画を説明しよう。ポケットモンスタールビーのポケモンをポケットモンスターオメガルビーに引っ越しさせる。しかしこの2つのソフトは直接通信させることができない。そのため作戦その1、ポケットモンスタールビーで引っ越しさせるポケモンを用意する。今回はグラードンを捕まえて引っ越しさせることとする。作戦その2、ポケットモンスターダイヤモンドパールのどちらかを最初からプレイし殿堂入りを果たす。殿堂入り後に行くことのできる施設にポケットモンスタールビーのグラードンを連れてくる。作戦その3、ポケットモンスターブラックホワイトのどちらかを最初からプレイしエンディングを見る。その後に行くことのできる施設にポケットモンスターダイヤモンドパールのグラードンを連れてくる。作戦その4、ポケットモンスターブラックホワイトに連れてきたグラードンをインターネット上のポケモンバンクに預ける。これでポケットモンスターオメガルビーに引っ越しする準備は完了。最後にポケモンバンクに預けたグラードンをポケットモンスターオメガルビーに連れてきて引っ越し作戦完了。それぜひやってみます。 OK ですか。ありだと思います。ずっとカチ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 ってちっちゃい頃やってましたオープニング飛ばす画面見せてもらってもいいですかね、カメラの方に。ちょっとそうですね、これさんさん申し訳ないんですけど、まあ、見てる方とかも分かりやすいように、うん、ちょっと機種をですね、新しいもの、はい、最初から始めるひなちゃんで、ああ、また助けてくれ。あ、なんか襲われてる。あ、これで設定するんでしたっけ。せっかくなんで、あちゃもにしようか。ポチエナ、うわー懐かしい。あ、ひっかく、あ、ひっかく、すごい。モンスターボールを買って3個ぐらい買っとこうかな。草むらでポケモンを。あ、でもケムッソはいらないな。キノコでバイバイしますね。まあ相性がいいんですよ、効果は抜群だって。ちょっと妥協は妥協は妥協はモンスターボールもねなくなっちゃうから、これを耐えれたらゲットします。お、やったー嬉しい。なんかだいぶ思い出してきました。思い出してきました。
やった、お願いします。